どうも皆さんこんにちは、 TK ボンチャンネルです。今僕はカンボジアのプノンペンというところで生活をしています。このチャンネルでは海外移住、海外旅行、そして海外の日常生活をメインに動画を投稿しています。少しでも興味がある方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは今日はこちらを紹介したいと思います。じゃん、カンボジアで売られてたツバメの巣の飲み物になります。ちょっとね、興味があって美味しいのかなって思ってちょっと買ってみたんですけども、日本で見たことないと思うんですよね、こういった類のもの。あんまりなんかその動物系とか食べるって感覚がないので、そのツバメの巣とかも本当に高級中華料理店とかそういったところである程度で、僕自身これ飲んだことないので、ぶっちゃけ初めてになります。例えばこんな感じかな、開けたら24時間以内に飲んでくださいとか、人工着色料とか保存料は入ってませんとか、あとは鳥の巣の成分とか鳥の巣が 6% 弱 5.8% 入ってますとか、そんな感じのことが書いてあります。これ自体は885なので、まあ、バーコードの番号からね、タイのものになります。あ、ここに書いてあるね、タイのものになります。中はこんな感じで、ちょっと見えにくいね、開けてみましょう。ここにね、なんか点点点点ってあるので、なんか日本のものみたいです。こんな感じ。で、うわー、すごっ。すごいな。これ瓶になってます。硬いね、瓶。うわー、ちょっと飲んでみましょう。味はね、3つあって、これは普通のノーマルのやつで、もう1個は甘いやつ、ちょっと甘めのやつで、もう1個はジンジャーかなんかが入ってるやつで、ちょっと普通タイプを1本買ってみました。値段は2ドルぐらいかな、2ドルか2ドルちょっとぐらいだと思います。では開けてみましょう。おお、すげえ、ポッていう音がした。よし、匂いは、なんか匂いは独特やな。寒天っぽい匂いがするかな、若干甘い匂いがします。もう一回振っとこう。ちょっといきますね、飲んでみましょう。味はね、甘い。うん、なんか、なんて言えばいいんだろう。この鳥の巣自体は甘くなくて、その外側のその液体部分は若干甘いかな。ただそこまで甘くはないです。食感はなんかウイダインゼリーとか、ああいった感じかな。もうちょっと食感がないって感じ、歯ごたえはないですね。もしツバメの巣が飲みたいな、もしくはね、挑戦したいなっていう方はぜひこちらおすすめです。パッケージはこんな感じで、1本200円ぐらいかな、6本でいくらとかちょっと安めで売ってました。なのでもう、これが好きっていう方はね、6本で買った方が安いかもしれません。ちょっと僕はね、飲んだことなかったので1本だけ買ってみたけど美味しかったです。まあごくごく、こう毎日飲むっていうあれじゃないかもしれないですけど、週1とかなんかこう体調がとかそういう時に飲んだらいいかもしれません。ぜひおすすめです。こういった感じで、僕のチャンネルでは、海外移住のことだったり、海外での生活、そして海外の食べ物、飲み物、そして海外での不都合なことがあったりだとか、トラブルとかそういったものを中心に動画を投稿しています。ちょっとでも海外だったり英語だったり、そういった海外移住を考えている方とかもぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。 OK guys, see you tomorrow, bye bye.